Good morning, everyone! 今日は準備動画を撮っていきます。なんでこんなに朝からテンションが高いかと言いますと、今日は愛子のライブなんです。イエーイ、ピント追いついたよ、ちょっと。朝起きたら雨降っとってさ、雨やんでくれ。最近さ、導入化粧液っていう無印の、これ。これ、2200円だった。これを、わー、した。ちなみにコットンも無印。なんかね、無印のコットンね、ふわふわなんよな。君にいいことがあるように、これで洗顔みたいな感じかな、今の時期。なんかこれ上のポンプもさ、別売りで買ったよね、これ。で、小顔ミストです。髪にも使える、顔にも使える美容液で。これがね、小顔美容液ってね、まあ歌ってるんだけど、こう顔をキュンって上げてくれんの。不思議でしょ。上がれ、肉よ上がれ。下から上に。やっぱ朝って耳の後ろめっちゃ詰まったんよな。ここがさ、リンパのさ、ここをほぐさんとリンパ流れんねんけどさ、もうここ痛いで、みんなやってみ。この耳たぶの後ろ。ゴリゴリゴリっつって。流れろ。言うて時間が結構やばいんだよね。ちょっと電車調べよう。うん、あと、1時間しかないじゃん。ちょっとやべえやべえやべえ。急ごう。急ぎます。こういうのってゆっくりさ、伸び伸びとさ、準備するやつかと思ったんだけど。どうしよう。いや、化粧水、持ってくるわ。しっとりタイプのね、イニスリーの化粧水を、顔にたたき込みます。今日ちょっと、暗いな、曇りだから。なんか普通にプライベートで遊び行くとき、8割雨なんだけど。ちょっともう急ぎます。やべえ、時間ねえわ。ちょっと乾燥するからオイル塗るわ。肌診断みたいなのやった時に、私乾燥肌かなと思ったら混合肌で、この辺の T ゾーンとか顎は乾燥肌やけど、頬とかは割と水分あるらしくて、だからこの乾燥してるとこだけにこう塗るようにし始めた。下地、塗ります。このグリーンベースめちゃめちゃいいよ。全体に、グリーン下地を。次に、小鼻の凹凸だけね。ユーサンローランの。これ使う。ラディアントタッチハイカバーだね。これを、目の。なんか前までクッションファンデ使っとったんだけど、クッションって塗りましたっていう感じがあるじゃん、肌に対して。嫌になって。このね、コンシーラーだけにするようにした。今日とかだってさ、ライブだしさ、ブーサーして書くか。続きまして。粉は大好きなローラミルシエ。よし。急げ。シェーディング。ふみ。なんか今日は、愛子さん風なメイク取り入れたいなと思って。鼻筋すごい愛子さん綺麗だから、ここちょっと多めに入れよう。まあ、矯正をさ、私今、1年半ぐらいつけてるんですけど、まあ、それで滑舌悪いんだけど。歯4本抜いたいの、私。すごい変わったの、ここが。シュッてなったんだけど、その代わりに顎がちっちゃくなった分、この二重顎、余った肉が取れなくなっちゃって。だから、こいつを排除おろせないって感じで、シェーディングも終了。次に、眉毛。眉毛は&B。自眉さ、私もともとなかったんですけど、眉毛美容液を使うようになって生えました。これマジです。ライブとかやっぱ汗でね、眉毛落ちちゃうけど、ペンだとまあ落ちづらいから。うるさーん。なんかペンだとね、一本一本描けるし、自分の眉毛っぽく出来上がるから好きなんやな。また。昨日から愛子のライブが始まってさ、セトリ発表されてて、セットリスト。もう曲が神なのよ。グッズどうしてもパーカーとトレーナーを買いたい。それは買いたい。でも初めて行ったアーティストのライブは阿部真央さんなんだよね。阿部真央さんが結婚する前の片思いソングバリバリの時めちゃめちゃハマってて行きましたね。岡山の。続いてふうみ。あ、ちょっとこの辺のね、ブランドはもうあの、秋に行くとあんま変わらんから見てくれ。眉毛完成。いや、まだだ。
眉マスカラが残っている。明るいとやっぱ黒い眉毛は変なので塗りやすいな。この&B のやつ、眉毛の色をね明るくするだけでねほんと垢抜けるんだよ。じゃあアイシャドウするんだけど、あゆこさんのちょっとメイク真似しようかなと思って、なんか赤いシャドウを目の周りにしてるイメージなの。だからそれを真似します。熱いな、29度、間違えとるが。これめっちゃ飲む。それでごちゃごちゃって入っとるわ。これぐらいの大きいブラシをまずは一番上のピンク、まぶた全体に。まぶたはピンク全部塗りました。このパレット中国メイクでも使ったんだけど、このね一番下の赤いやつ、これチークにもなるし、アイシャドウになるかも。めっちゃいい。こんな感じの目元、このランコムのパレットのこの茶色のやつだけ使う締め色で、アイコさんは垂れ目だからここも入れよう。マスカラ、マスカラ、クリニークは本当に良いね。9本ぐらい買ったからな。クリニークのマスカラが一番好きだから。ほらすごい綺麗に伸びるんです。あゆこさんすごいね、よくね色素の薄いマスカラ塗るんじゃけど、ちょっともっとらんから。とても大事な宝物を私はやっと手に。やべえ、あとちょっとしか時間ない。急げ。いやこれチーク、これします。あのアイシャドウで使ったこのパレットの真ん中の色、と可愛らしく丸くなせよう。髪の毛どうしよう、どうしようどうしよう。真似したくならん、ちょっとさアーティストの容姿を真似したくなるみたいなとこあるやん。リップリップリップはこの中に雑に入ってるんだけど、無印のやつに入れてる。赤いやつ使いたい。これにします。サビメロの4番使います。さあ髪を巻くであるぞ。180度にします。まあ、リップはねあんま塗り直せないからティントにした。こういうティントってさ幅にちゃんと気にせんとさ、たまにめっちゃ歯についとる子いるよね。アイロン前にはバリジョーグロッシーメイクセラム、アイロン前にオイル塗りなって言われたから塗る、ちゃんと塗る。よし、じゃあ温まったし、だいたいね3段階ぐらいに分けてざっくりブロッキングして巻くと頭の下側の毛をもうくるんって綺麗になるから、基本的にね朝の準備なんかご飯をめっちゃモリモリ食べんと。今日食べたのは麻婆豆腐に納豆かけてくるくるくるってやってこうなるの、外したら。けどすぐ手で拳をするとこういう感じ。エコはねセンター分けなんだけど、ちょっとジグザグの方が可愛いかな。顔周りは外巻きで緩やかな、ふわふわでしょ。プラザみたいなとこで見つけた M プラスオーガニックバター、いい匂い。毛先中心にかな。で今日はロレッタのヘアスプレーをかけとこう。完成。次服、クローゼットをね開けるとでもねパンパンなんですよね。服が秋服にクローゼットを変えたので長袖ばっかなんだよね。これ韓国のさブランドらしくて、これ肩がねこんな感じざっくり開くんですよ。すごいねオーバーなサイズで可愛くて、これにスキニーとかでボーイッシュな感じにしようかな。着てきます。今日はリュックで行きます。最低限のものを入れたポーチをバッグに入れて、財布も入れて、バッグ、財布、あ、でもこれはいるな。私が飲んでるサプリ。あと、汗拭きシート。イヤホン。イヤホンはビーツ使ってる。で、香水はジョーマローン使ってます。よし。完了。このバッグはね、ディーゼルのやつです。よし。準備、完了です。服も着替えた。ほら、トレーナー。まあどうせ会場に着いたら服変えるんじゃけどね。
服を会場に着いたら、あ、電気消して、そして靴選びます。まあ基本的にスニーカー多いんだけど、まあ今日もライブなんで、お気に入りの今一番気に入ってるスニーカーで行こう。あ、でもプーマも可愛いんだけど、ジーナシス、アパレルのジーナシスで買ったスニーカーめちゃ楽ちんなのに底漏れるから、これで行きます。よいしょよいしょよいしょ開けてる。では行ってまいる。じゃあね。早く会って言いたい、あなたとのいろんなことを刻みつけたいくらい、忘れたくないんだと唇噛んで指で触って、あなたとのキス確かめてたら、雨が止んで星がこぼれて、小さな部屋に迷い込んだ。ああ、デトラポット登って、てっぺん先、女の人ばいちゃんよ、走って走って。なんかさ、彼氏に頭ポンポンされるとかさ、もう何でもしてくれって感じだけどさ、普通に彼氏じゃないやつに頭ポンポンされたらさ、マジで、え、頭ポンポンより鼻ほじられる方が好きなんですけどって嘘ついちゃう。